じゃあ、リビュー見てみます。お願いします。いいっすね、なかなか。フェイシャルとかちょっと詰めてないんですけど、はい、はい、でも立ち方とか先週のリビューに比べて結構自然な感じになったかな。先週のこのポーズの変化の仕方とかが割とこの前送ってくれたリファレンスみたいな、あの割とこうちゃんとフィジクスができてて立ち上がってる感じに近くなってきてる気はします。てかベースはかなりいいと思う。自分だったらこっからあともう一つ何が足りないかっていうと、あの感情変化するときにまずどっから反応するかっていうと、感情っていうのはまず一番最初に顔に出るんですよ。これはなんか昔聞いたことで、よく今考えたら本当かどうかちょっとわかんないけど、まず顔がっていうのが脳に一番近いから、例えば何か驚いたときにも最初に顔がこう変化してから、おーって体がリアクションするとか、あと何かあのなんかリアクションするときにしても、ん？って来てからこう振り向くとか、あとなんか怪しいものがあったときに最初にこう目がこう、ん？ってなってから体がこうやって動くとか、そういうものが あるといいかなと思いました。そことか、今体と表情が同時にこう変化してるんですよね。まあちょっとまだ詰め切れてないっていうのもあるかもしれないけど、まずは体がまず何も動かないで、こうなってる状態から、あ？ってみたいな感じで、頭はちょっと動いてもいいかもしれないけど、最初にこう、ん？っていう目がパッて開くような、瞬きとかでもいいし、目がパッて見開く感じでもいいから、そこになんかあるというか。おっと。ここでなんかそんなに大きくしなくてもいいから、伝わるギリギリ伝わるかなくらいの範囲でいいと思います。ほんとこれくらいの量でいいと思う。一番最初感情が入るわけじゃなくてリアクションすればいいから、顔がんってこうんってなってから、わーってなるから、んあーって最初からはって感じで一気にこう驚いたところに入るんじゃなくて、顔がリアクションして、で、次にこう驚いた時の表情に入るだから、100% 驚かなくても大丈夫。で、ほら。あともう一個は、最初のところがまずそれがあって、もう一つは、ここ。このところの変化のところが、まあ、これも同じく、まだ細かいところまで入ってないっていうのもあるかもしれないけど、体と顔がちょっと同時に動いてる感じがするから、ここも、ちょっと待ってみたいな感じで、こう、イエスってこう、テンション上がったとこから、まずこう、なんか、唇がこう、口先が口角がちょっとドロップするというか落ちる感じで、イエスってこう、テンション上がって、みたいな感じで、ちょっとこう下がって、ノーみたいな感じ、行く感じ。今、そこの部分が体と表情が一緒にいってる気がするから。イエスって、ノーっていう感じがあるといいかな。もしかしたら、そして言ったら、目よりも口かもしれないですね。こうやって。目もちょっと、まぶた下げてもいいかもしれないけど。みたいな感じのものがあるというか。で、それをきっかけにして体が前に動く。あ、できたら、こういうのもやっぱプロップを使うときのそのリアルさというか、いうのを結構考えたりとかしないといけなくて、何かっていうと、メガネかけてるじゃないですか。メガネかけて、こんだけ激しく動いたら、なんかメガネずれる気がするんですよね。セカンダリーアクションですよね。
そうですね。まだそんなつけてないんですよ。ああ。で、どうしようかなと。自分が欲しいのは、ずれて、メガネずれるのは、まあ、後でやるとして、それよりも、ずれてこう直すのが、どうかあった方がいいかな。直した方がいいですかね。どう思います？なんか、そこ難しいのが、なんかメガネ直すって結構ベタだから、やりたくないけど、あんまり。でも、このシチュエーションのリアルさを考えると、こんだけ、自分がメガネかけてるからわかるけど、こう、ソファーからこれから立ち上がった動きしたら絶対メガネずれる気がするから、ちょっと直すと思うんですよね。と思わないですか？自分だったら直すんですけど、その、キャラクター的にゲームに夢中になってるって。そう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 。ですよね。どうしようかなと思ってて。で、今思ったのは、こうやって持ってるじゃないですか。で、この手のままこうやってこうずらすとか、直すとか。こういう感じで。こうやって直すんじゃなくて、こう集中してるから見たまま、このコントローラー外さないでこうやって直すとか。ってなったら、そのなんか、メガネ直すにしても、こう直したらベタだけど、これってすごいそのシチュエーションに沿ってるし、しかも、逆に今竹本くんが言った、ゲームに集中してるからっていうところが逆に強調される気がするんですよね、こう。もうメガネ、それが、これで直せみたいな感じでやった方が。だから、もしかしたらそれはプラスになるかも。わかりました。はい。